ここでしょ。そうですね。パーシャここに行くんじゃない。ここでしょ。パーシャここに行かないと。真ん中チャンスですよね。え、あ、真ん中だってある。ありますかね。あ、肩に乗り上げたパーシャじゃん。もうありますよ。ね。あ、ハリーとバードのせいで真ん中されちゃったやつ。わーってやった。あとどうですか。ハリーとバード。ハリーとバード、懐かしい。あとはね、一回しか出てこなかったらどっちですか。映画でしか出てこない。え、映画だけじゃなくね、あれ。あれ、どっちとスプラッタってさ、本編出てきたよね。本編出てきたんですか。あと、あ、CG になってから。ハリーとバード出たのかしら。じゃあ発電機にされちゃうやつ。スマージャー。スマージャー。発電機がすぐ出てくる。何でも重ないんだろう、今日の客車は。今日の客車重いな。今日の客車重いな。ほんとその鉄道だねえか、どう見ても。その鉄道。で、間違って引いちゃったやつだな、スレッサーが。なんて言うのかな、動きない。あ、いいね、やっぱ全然違う。映画館収録になる。うわぁ。これさ、電池そろそろやばくね。あー、いや、まだ2なんでいけます。まだ2。今、14分経ってるんで、大体20分ぐらいは持ってるんで。いつか思ってれば、なんか何分かで大体やばいって。待って、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 朝眠すぎて、あの、本当だけ朝ごはん食べてこようと思ったんですけど、眠すぎて食べれませんね。朝ごはんで頭かな。あ、やっぱり、駅長突っ込んだやつですまた朝食を作り直さなきゃそんな場所ないのどういう問題か俺思ったけどな大根からいますね、デイジーというダイソーが。あ、デイジーいるじゃん。ダイソーいますね。聞いてる車だってよ。ありましたね。聞いてる車だって。じゃあ、あと、お牛置いとかないと。ありましたね。お牛置いとかないと。造形部品が高いんだよ。いや、まず、あの、ナップボードを作る。ナップボード作んなきゃね。ナップボード。いや、松岡さんが作りそう。やだよ、大変だもん。やだよ、大変だもん。まあ、ちゃんとあの、ドーム。どう、これしょ、この、アンドームですよ、ね、アンドーム4つぐらい作ってこうやってやって、ペンキ塗ってる人があーあーって、ペンキ塗ってあった、お店のやつだお店の2人がお店2人が引くんだ俺が引くんだ、俺が引くんだいやもう本当に既視感が強すぎる初期の味と全然違う。